トベの秘密戦略。滝沢社長が語る世界進出の革新的プロモーションとは資格革命。最新 AI 技術で実現したトベのドローンショーが観客を魅了した理由。6月10日、東京の夜空が突然、数百台のドローンによって彩られ、トベという新しいアーティストグループの存在を鮮烈に刻み込みました。このプロモーションイベントは、 滝沢社長の先見性と大胆な戦略が見事に結実した瞬間であり、私たちはその瞬間を目の当たりにすることができました。滝沢社長は常に革新的なアイデアを持ち込み、エンターテインメント業界をリードしてきました。今回のドローンショーもその一環であり、彼のビジョンがどれほど先進的であるかを改めて感じさせられました。このイベントは単なる視覚的な賞にとどまらず、 トベというグループのコンセプトを視覚的に表現するものでした。ドローンが夜空に描く光のアートは、トベのロゴやメンバーのシンボルを緻密に再現し、その一瞬一瞬が観客の心に深く刻まれました。しかし、このイベントの真の価値は、その背後にあるマーケティング戦略にあります。滝沢社長は、トベをただの国内アーティストグループとしてではなく、世界に通用するブランドとして位置づけています。 今回のイベントも Amazon プライムとのタイアップを通じて全世界に配信されることが決定しており、その影響力は日本国内にとどまりません。滝沢社長は常にグローバルな視点で物事を考え、実行に移しています。この視点が彼をエンターテインメント業界のリーダーとして押し上げているのです。さらに今回のプロモーションは、 8月16日から18日にかけて行われるサマーソニックへの出演も決定しており、その一連の流れが計画的に組み立てられていることが伺えます。滝沢社長はイベントの一つ一つを単独で見せるのではなく、連続的なストーリーとして構築することで、ファンの期待感を高めることに成功しています。このような戦略はエンターテインメント業界において非常に効果的であり、 彼の手腕の一端を垣間見ることができます。また、トベのプロモーションにおける技術的な面も見逃せません。今回のドローンショーでは最新のプロジェクションマッピング技術が駆使され、観客を魅了しました。この技術は中国などでも大規模に利用されており、視覚的に非常にインパクトのある演出が可能です。滝沢社長はこの技術を巧みに取り入れ、 トベのブランドイメージを強烈にアピールしました。さらに、このドローンショーは非常に緻密に計算された演出であり、観客に対する驚きと感動を与えることに成功しました。ドローンが夜空に描く光のアートは、単なる視覚的な美しさだけでなく、トベのメッセージを視覚的に伝える重要な要素となっています。このような演出は、最新の AI 技術を駆使して実現されており、 ドローン同士の衝突を回避しながら精密な動きを実現しています。これにより観客は一瞬たりとも目を離すことができない圧倒的なパフォーマンスを楽しむことができました。また、このイベントはアマゾンプライムとのタイアップにより全世界で配信されることが決定しており、その影響力は計り知れません。アマゾンプライムは200以上の国と地域で配信されており、 今回のイベントも同様に多くの人々に視聴されることが期待されています。滝沢社長は、このようなグローバルなプラットフォームを活用することで、戸部の知名度を一気に高めることに成功しています。さらに、今回のイベントでは、渋谷などの主要都市でも広告が展開され、多くの人々の目に留まることとなりました。このような広告展開も、滝沢社長の計画的なマーケティング戦略の一環であり、 2B の認知度を高めるための重要な手段となっています。また、サマーソニックへの出演も決定しており、8月16日から18日にかけての連続したプロモーションが、トベの存在感を一層強化することとなります。滝沢社長は、常に最新の技術とトレンドを取り入れ、エンターテインメント業界の最前線で活躍しています。今回のドローンショーも、その一例であり、 彼の先見性と大胆な戦略が見事に結実した瞬間でした。このような革新的なアイデアと実行力が、滝沢社長をエンターテインメント業界のリーダーとして押し上げているのです。今回のプロモーションイベントを通じて、トベはその存在感を大いにアピールすることに成功しました。しかし、これは単なる始まりに過ぎません。滝沢社長のビジョンは、さらに先を見据えており、 トベを世界的なアーティストグループとして確立するための計画が進行中です。私たちはこの先の展開に大いに期待しながら、トベの成長を見守り続けたいと思います。また、今回のイベントは単なる視覚的なショーにとどまらず、トベのメッセージを強く伝えるものでもありました。ドローンが描く光のアートは、トベのロゴやメンバーのシンボルを緻密に再現し、 その一瞬一瞬が観客の心に深く刻まれました。このような演出は最新の AI 技術を駆使して実現されており、ドローン同士の衝突を回避しながら精密な動きを実現しています。これにより、観客は一瞬たりとも目を離すことができない、圧倒的なパフォーマンスを楽しむことができました。さらに、このイベントは Amazon プライムとのタイアップにより、全世界で配信されることが決定しており、 その影響力は計り知れません。アマゾンプライムは200以上の国と地域で配信されており、今回のイベントも同様に多くの人々に視聴されることが期待されています。滝沢社長は、このようなグローバルなプラットフォームを活用することで、トベの知名度を一気に高めることに成功しています。また、今回のプロモーションでは、8月16日から18日にかけて行われるサマーソニックへの出演も、 決定しており、その一連の流れが計画的に組み立てられていることが伺えます。滝沢社長は、イベントの一つ一つを単独で見せるのではなく、連続的なストーリーとして構築することで、ファンの期待感を高めることに成功しています。このような戦略は、エンターテインメント業界において非常に効果的であり、彼の手腕の一端を垣間見ることができます。また、今回のイベントでは、 渋谷などの主要都市でも広告が展開され、多くの人々の目に留まることとなりました。このような広告展開も、滝沢社長の計画的なマーケティング戦略の一環であり、トベの認知度を高めるための重要な手段となっています。さらに、サマーソニックへの出演も決定しており、8月16日から18日にかけての連続したプロモーションが、トベの存在感を一層強化することとなります。 今回のプロモーションイベントを通じて、トベはその存在感を大いにアピールすることに成功しました。しかし、これは単なる始まりに過ぎません。滝沢社長のビジョンは、さらに先を見据えてお。リ・トベを世界的なアーティストグループとして確立するための計画が進行中です。私たちは、この先の展開に大いに期待しながら、トベの成長を見守り続けたいと思います。そして、 このようなイベントは、トベのファンだけでなく、エンターテインメント業界全体に対しても大きな影響を与えることとなります。滝沢社長の革新的なアイデアと実行力は、多くの人々にインスピレーションを与え、業界全体の進化を促す原動力となっています。このようなリーダーシップが、エンターテインメント業界をより魅力的で活気に満ちたものにしていくのです。私たちは、 この先も滝沢社長と戸部の活動を追い続け、彼らの成長と成功を応援し続けたいと思います。そして、彼らがどのような新しいアイデアとプロジェクトを生み出していくのか、その未来に大いに期待しています。今回のイベントは、その一端を垣間見ることができた瞬間であり、私たちにとっても忘れられない経験となりました。